ドラプルは、プログラミング言語 PHP で記述されたフリーで、オープンソースのモジュラー式フレームワークであり、コンテンツ管理システムである。昨今の多くの CMS と同様に、ドラプルはシステム管理者に、コンテンツの作成と整理、提示方法のカスタマイズ、管理作業の自動化、ウェブサイトへの訪問者や寄稿者の管理を可能にする。その性能が、 コンテンツ管理から幅広いサービスや小取引を可能にすることにまで及ぶことからドラプルは時々ウェブアプリケーションフレームワークであると評されるドラプルは洗練されたプログラミングインターフェースを提供するものの基本的なウェブサイトの設置と管理はプログラミングなしに成し遂げることができるドラプルは一般に最も優れた Web2.0 フレームワークの一つであると 考えられている。ドラプルは Windows、MacOS、Linux、フリーブズド、オープンブズド、Solaris 十、オープンスラリスをはじめ、Web サーバーパッチまたは IS および PHP をサポートするあらゆる環境で動作する。ドラプルはコンテンツや設定を格納するためにマスクリュ、PostgreSQL、SQLite、m o のようなデータベース管理システムを必要とする。 ドラプルはもともとドリス・バイタートが BBS システムとして書いたもので2001年にオープンソースプロジェクトとなった。ドラプルの綴りはドロップを意味するオランダ語の単語ドラプルを英語に本字したものである。この名称は現在は閉鎖されたウェブサイトドロップ .org から取られたものでここで使われていたコードがゆっくりとドラプルに発展した。 バイタートはこのサイトをドープと呼びたかったが、ドメイン名をチェックするときにタイプミスをし、それがより良いと考えドロップを採用した。2006年5月から2007年4月までドラプルは公式サイトから60万回以上ダウンロードされた。現在では大きなコミュニティがドラプルの開発を支えている。バージョン8から開発スピードコード品質、セキュリティ、 保守拡張性の向上を目的としてシンフォニーを開発フレームワークとして採用している。ドラプルコアとして知られるドラプルの公式リリースはほとんどの CMS に共通する基本的な機能を備えている。これらには個々のユーザーアカウントの登録と維持、管理メニュー、RSS フィード、カスタマイズ可能なレイアウト、柔軟なアカウント権限、ログ機能、 ブログ作成システム、フォーラムなどを含み、典型的な企業サイトでも、インタラクティブなコミュニティサイトでも構築することができる。ウェブサイトのコンテンツは、管理者の裁量で登録、匿名ユーザーが寄稿することができ、様々な基準で訪問者に対してアクセスさせることができる。ドラプルコアはさらに、コンテンツの分類や、アクセスしやすい、キーワードで、 タグ付けすることができる、階層的なタクソノミーシステムを備えている。ドラプルはバージョン単位のコア機能のアップデートについて、詳細な変更履歴を保持している。ドラプルコアはさらに、コアのみで作成したウェブサイトの標準の機能性を、管理者が拡張することのできる、コアモジュールを備えている。コアのドラプルディストリビューションは、以下を含む多くの機能を提供している。 コアテーマガーランドの調整に使われるカラーエディタドラプルコアは心理的なルックフィールをカスタマイズできるいくつかのコアテーマを備え管理者はこれらのテーマを専用メニューから選ぶことができるドラプルコア5.0から導入されたカラーモジュールはウェブブラウザのインターフェースを通じて特定テーマの配色を変更できるようにするこの機能はプログラミングの知識を持たない 普通のユーザーでもより高度なカスタマイズができるように追加された。2008年2月の時点でドラプルインターフェース用の翻訳はデフォルトの英語に加え44カ国語が利用可能となっている。いくつかの言語は右から左へと読まれる。ドラプル6は多言語におけるコンテンツ及びコンテンツ管理に対しより一層のサポートを提供する。バージョン6.0から 寄贈されたモジュールやテーマ、あるいはドラプル、コア自体の新しいバージョンが利用可能になるとき、ドラプルは自動的に管理者へ通知できるようになった。これはインストール済みのドラプルを最新の機能やセキュリティ修正で最新式の状態に保つのを補助する機能である。コアリリースには含まれていないが、バージョン 5X 用にも同等の機能を提供するモジュールがある。 ドラプルコアは API を通じて内部的にアクセスされるフックとコールバックシステムを備えたモジュール式であるように設計されている。この設計はサードパーティーによる寄贈されたモジュールやテーマがドラプルコアのコードを変更せずにドラプルのデフォルト動作を拡張したり置き換えられるようにする。コントリビュートモジュールやテーマから ドラプルコアのファイルを隔離するドラプルのモジュラー式設計は柔軟性と安全性を増大しドラプルの管理者がサイトのカスタマイズを上書きすることなくドラプルコアの新しいリリースにきれいにアップグレードできるようにするこの分離を維持するためドラプルの管理者はドラプルコアのソフトウェアを変更することは避けるよう指示されているドラプルのコントリビュートモジュールは イメージギャラリー、カスタムのコンテンツタイプや、コンテンツリスト、ウィジーウィッグエディタプライベートメッセージング、サードパーティー統合ツール等々、様々な機能を提供する。ドラプルウェブサイトには、ドラプルのコミュニティによって、開発、寄贈された2147のフリーなモジュールがリスト、されている。典型的なドラプルの設置では、以下の2つのモジュールが、特に重要となる。 CCK API はドラプル7でコアモジュールに統合され、ビューズはドラプル8でコアに統合された。コントリビュートテーマはドラプルで構築されたサイトのデフォルトのルックフィールの適用や交換を行う。ドラプルのテーマは一般的なサードパーティー製テーマデザインエンジンによってもおたらされる標準フォーマットを使用する。多くのドラプル用テーマは フップテンプレートエンジンや、それほどでもないが、エクステンプレートエンジンで書かれている。いくつかのテンプレートでは、ハードコードされた PHP を使用する。ドラプルのテーマシステムの初期バージョンは、マンボやジュムラ、あるいはプロンのテーマシステムより、設計思考型でなく、より複雑であるために批判されたが、フプテンプレートとエクステンプレートエンジンのドラプルへの統合ではこれらの、 懸案事項のいくつかに取り組まれた。新しいドラプル6のテーマシステムは PHP から HTML、CSS をさらに分離しようとする試みでテンプレートエンジンを活用する。新しいドラプル開発モジュールデビルはドラプル6を使用するテーマ作成者へ支援を提供する。ドラプルはもっぱらオブジェクト思考プログラミングではなく 手続き型プログラミングが用いられる。ドラプルはいくつかのウープの特徴に近づけてはいるが、ウープ自体の欠如は以下のことをもたらす。ドラプルの用語論者は、PHP のウープ言語機能は直接実装されていないにもかかわらず、ウープとアスペクト思考プログラミングの原則がドラプルの設計には存在すると反証する。 これは、ドラプルコアの将来のバージョンに移行するのに役立つが、それは、バージョン7を皮切りに PH、PHP5 によって提供されるウープを活用し始めるであろう。ドラプル7は、以前の PHP リリースと、広報互換ではなくなるであろう。2008年1月から5月まで、ドラプルコアで5つのセキュリティ脆弱性が報告され、修正された。また、 ユーザーから寄贈された2147のモジュールのうち25のモジュールでセキュリティホールが発見され修正された。セキュリティホールが発見されるとともにドラプルコアは規則的に新しいバージョンへと更新される。ドラプルサイトの管理者はアップデートステータスモジュールによってこれらの新しいリリースを自動的に通知される。さらに DRUPAL.org は、セキュリティ告知メーリングリスト、全セキュリティ勧告の履歴、セキュリティマニュアル、最新のセキュリティ勧告の RSS フィードを保持する。カスタマイズされたドラプルのディストリビューションには、いくつかの再パッケージ化された、サードパーティー製モジュールが含まれ、ドラプルと、ビバレチンが統合された、ビブドロプルを含むいくつかのディストリビューションでは、 徹底的な変更が加えられている。ハワード・ディーンの2004年のアメリカ大統領選挙戦を支援する多くの独立したウェブサイトのホストとして機能したデアンスペースにはドラプル4.2が使用された。ディーンの選挙運動終了後、デアンスペースは成長してシビックスペースとなった。このようにシビックスペースは元は ドラプル4.2に基づいた派生ディストリビューションである。シビックスペースにおける多くの新機軸が逆にドラプルプロジェクト自体に組み込まれた。非営利団体や政治運動に特に有用な機能はドラプル5.0以上で動作するシビックムモジュールで提供されている。ディストリビューションはサードパーティー製モジュールであらかじめカスタマイズされ特定タイプのウェブサイト向けに 設定済みのあらかじめ作られたドラプルインストレーションを反復するために提案された。ドラプル 5X では特定の目的に合わせてあるインストールプロフィールのセットを提供し、この方向を目指している。ドラプルはユーザーと開発者の大規模なコミュニティを所有する。drupal.org では30万を超えるユーザーアカウントが作成され、 2000人以上が開発者アカウントに登録した。最近の大きなカンファレンスドルーポールカンボストン2008では800人以上を集めた。多くの活動的なフォーラム、メーリングリスト、ディスカッショングループがあり、さらにフレノードネットワーク上でいくつかの IRC チャンネルを運営している。ありがとうございます。